かったですね。やっぱ本当に時代を動かしてる感じがすごいしたし、実際本当に動いてるだと思うし、でもまだまだもっとすごいことやるよっていうふうに思ってたんで、とにかくもう根拠のない自信があって、とにかく夢はもうバカでかかったんで、だからまあここまで来れたのかなっていう。師匠の幕引きの時、一番弟子が決意のリングイン。土屋大輝、本当に全て感謝してますし、プロファイトスタイルを僕もろ皆さんのスタイルを受け継いでアグレッシブに行くっていうのはもう常に教わってましたので、ここは本当に、まあ、こうやってここまで上がれたのも皆さんのおかげです。迎える相手は、僕の中では今も変わらず憧れですよね。里見宮選手みたいになりたいと思ったのはやっぱりそれをきっかけで総格闘技の道に入りましたから。あの時の当事者は追いかけ追い抜いたカリスマの幕引きに自ら参戦を志願した。元シュートウェルター級王者宇野香織。海名さんがシュートっていうのをやっぱり広めてくれた部分で、僕のシュートも見せたいと思ってますし、それぞれのシュートをやっぱりお客さんに見てもらえるっていうのは、その引退前にやってみたいというのは正直あったんですけど、それはちょっと無理だったんで。13年越しのリベンジを任せてください、僕に。